日本千葉県浦安市三浜三浜は千葉県浦安市の大技。現行行政地名は三浜1丁目から三浜5丁目。郵便番号は279-0011。第一機械面埋め立て事業によって作られた中町地区に位置する。地域に隣接して JR 京葉線新浦安駅がある。また、地域の西端に国道357号。 首都高速湾岸線が通る。一丁目の新浦安駅前には、オリエンタルホテル、東京米、浦安ブライトンホテルがあり、3.4丁目が、小て住宅街、駅前を除いた一丁目、2.5丁目が、マンション地区となっている。春は、境川沿いの桜並木と、若潮公園、三浜公園での花見が風物となっている。一丁目に、 京葉銀行新浦安支店、オリエンタルホテル、東京米、浦安ブライトンホテル、3丁目に、首都高速道路湾岸線浦安出入り口、私立三浜南小学校、新浦安駅北郵便局、5丁目に、私立三浜北小学校、私立三浜中学校、三浜公民館、浦安警察署がある。東は入線、西は、海楽、南は、 境川を挟んで富岡、北は市川市塩浜と接している。住宅地の地価は2014年1月1日に公表された工事地価によれば、三浜3の23の13の地点で30万5千円平方メートルとなっている。かつて、当地が房総地区の山々が望め、環潮時には美しい砂浜が一帯に連なっていたことから、三浜とした。 三浜新設時住居表示施行時2017年10月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB、住民基本台帳人口。浦安市。2017年11月15日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。 2017年11月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月15日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、浦安市立小中学校の通学区域。浦安市。2017年11月15日閲覧。ありがとうございます。